ちゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、ここに来て途中加入の外国人、うん、眠いですか？どうしました？涙が出てますよ。大丈夫です。大丈夫ですか、皆さん？忙しいのでね、はい、あの日本全国を飛び回っていますが、はいはい、ここに来て、はい、中日と巨人が先発投手補強したね。はい、で両投手もパナマ出身なんですけれども、はい、中日はメヒア投手、そして巨人がバルドナード投手、はい、取りました、はい、で、メヒア投手は右投げ、はい、で、バルドナード投手は左投げというところで、みんな外国人大きいな。もうね、198とかなんですよ。でかいよな。122キロとか、はあ、すごいですよ。すごい、やっぱ外国人でかいですよね。日本人がちっちゃいって感じますよね。もう背丈もそうですし、体格もドンとしてますし ね、はい、でもう実際に一軍で数試合投げているのは中日のメヒア投手。豊さんももう見た見た、はい、初登板の時にね、はい、フォアボールをちょっと連発したんだよね。5四球です。5四球か、はい、まあ、それでその前にファームで調整登板したりとかしてる時っていうのは非常にコントロール良かったんだよ、はい、制球のいいピッチャーなんだけど、一軍に上がってきて、あ、やっぱり一軍って力入れたりとかいろいろすると、うん、そうやってフォアボールを連発するピッチャーなのかなって思ったんだけど、はい、次の DeNA 戦、はい、非常に良かったんだよね。そうですね、勝ちの権利を持ったまま降りたんだよ、はい、でも同点に追いつかれみたいなことで勝ち投手になれなかったんだけどもね、はい、まあ角度はあるし、やっぱボールに力あるしね、重そうだしさ、はい、だから非常に俺はいいとは思うね。おお、うん、ストレート、カーブ、スライダー、はい、まあ、チェンジアップとかね、はい、まあ、そういうボールを投げてくるんだけどもさ、うん、制球がいいっていうのがいいよね。そうですね、でヤクルト戦以外のところでいうとフォアボールを出してる数も少ないので、そう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 、いやだからこのピッチャーはやっぱ勝てるだろうなと思うよ、ちょっと打ってくれればね。あ、援護がそうですね、うん、でね、広島がさ、昨年中継ぎやらしてたコルニエルが今年から先発だったんだよね、はい、めちゃくちゃ良かったんだよ、先発最初の 1,2,3 試合ぐらいまで、うん、勝てなかったんだよ、はい、そしたらずっと勝てないで、まあ、あれ何戦だったからポッと勝ったけど、うん、やっぱね、取っかかりって大きいよ、その勝つというとか、やっぱ勝たしてあげないとさ、はい、まあ、どん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 インにこもっていくというか、うんうん、だからメヒアもいい投球はしてるからね、はい、いかにこう勝たしてあげるか、うん、まあ、これによってやっぱこう乗っていけるかな、それは大きいなと思うよね。そうですよね、まあ、援護点が、まあ、あの今時点ですけども、7月8日時点ですけどなかっただけで、本来ならば2つも勝ち星ついててもいいのかなっていう。誰、メヒア、はい、いや、メヒアはあの勝ち投手の権利を持って降りて、中継ぎ陣が打たれて消されてるから。そうですよね、だから あのまま勝てばいいなと思ってたんだけどもね、うん、やっぱ勝ち星っていうのは自分がいい投球した結果の証だからさ、はい、それが取れなかったっていうのは、うん、やっぱ一つやっぱこうリズムに乗れないんだろうね。ああ、そういうのはあるんですね。だからやっぱ良薬は勝ち星しかないんだよね。そうですよね。だから早く勝てればいいなと思って。だからそのメヒア投手の武器というか、どういうところがバッター陣を翻弄するのか。トータル的に言えばやっぱ制球力かなと思う。めちゃくちゃ圧倒するボールはないんだけど、打ちに行ったらいっぱいのところに来るとか、はい、ああみたいな、そういう、まあ、制球力、もちろんそのピッチャーのボールの角度とかね、はい、ボールの重さとかそういうのも感じるピッチャーだから、変化球うんぬんというよりもやっぱまっすぐだよね。まっすぐ、うん、っていうのがやっぱり基本的にいいなとは思ったけどね。制球がいいっていうのはいいですね。いや、そりゃ一番の安心感だもん。そうですよね。それはもうとっちらかったらいつ変えてやろうかなとか思うもんね。はい、やっぱコントロールがいいっていうのは安心だよ。そうですよね。実はこの撮っているちょうど真裏で広島戦で今メヒア投手が投げてるんですけれども、はい、現在3回投げていて49球で、打たれたヒット3本で三振1つで、まあ、フォアボールまだ与えてないというところで、まあまあそうそうだね。うん、いいですね。まあ、制球は本来いいピッチャーだからね、はい、だからまあまあ、いずれ勝てると、まあ、そうですよね、うん、ただ中日が打たないからな、あの打つときと打たないときの差が激しすぎるよな。8点取ったと思ったら翌日0点とか。そうそうそう、そうなんですよね。いや、だからちゃんと打線とこう噛み合えばね、はい、勝てるピッチャーではある。おお、うん、勝てるピッチャーでは。中日は取ってよかったんですね。まあ、もちろんね、メヒア投手もちろんもちろん、うんうん、
さあ続いて巨人がバルドナード投手、はいはい、こちらもパナマ、さらにパナマ代表にもなっているんですけれども、うん、ピッチャー取りました。でメジャー経験はなくて、まあ、2A、3A の経験だったりなんですけれども、このピッチャー結構、まあ、巨漢というか好きだよねいやいや、巨人の左ピッチャーって巨漢が多いよね。多いですね。昔もいましたもんね、巨漢。ただね、ちょっと映像を見るとマックスが158ぐらい投げるらしいんだけど、はい、あのゆったりしたフォームから158キロ投げられたらバッタータイミングは合わないと思うし、はい、余計に速く感じると思うよ。割とね、体の使い方が大きくてゆったりヒュッと投げてくるから、はい、ダイナミックさを感じるよね。でもあの感じでゆったりしたフォームでビュッとここだけ速く使えて158キロだったら相当活躍すると。でまあ、ストレートとスライダー、まあ、ストレートが主流で、そこにまあスライダーでちょこっとチェンジアップという球種のようで、はい、まあ、三振を取っていくピッチャーのようなんですけれども、いや、やっぱ三振を取れるピッチャーが一番安心感あるよね、うん、で先発を考えてるのか途中を考えてるのかちょっとわからないけども、はい、中継ぎで投げるんであれば三振が取れるピッチャー、うん、これが一番安心感ある。そうですね、打たせて取るピッチャーなんかもう野手取ったけど一塁でこれアウトっていうまでゆっくりできないからね。そうですね、お前飛んだあやっちゃったみたいな、これじゃ困る。でも三振ってもうそこの中でバッテリーの中で完結しちゃうから、はい、その三振が取れるピッチャーっていうのはやっぱありがたいよね。今時点ではファームで投げていてヤクルト戦で投げてたんですけど、実際一軍に上がった時っていうのはまだ原監督は内容によってはどっちで使うかは中前か、前はある程度揃ってきてるっちゃ揃ってきてるんだよね。東郷菅野とか、うん、山崎伊織とか、はい、BD とか、BD、はい、まあまあ、まあまあ割とそういう意味ではいる。ただ中だよね、中継ぎ陣がやっぱこの夏場に向かうにつれてやっぱ疲弊してくるから、両方できるとありがたいけどね。そうですね。あと、まあ、大勢投手が後ろいますけど、まあ、一応疲れというところで、うん、例えば2枚でとかそういうことは、この三振取れるってなると後ろで使いたいな、クローザーで併用で、まあ、今現在大勢がいないからね、うん、はい、それはやっぱ大勢の代わりってなると、まあ、相当なプレッシャーもかかるし、まあ、中川が安定してるからね、まだいいんだけど、はい、三振が取れるんだったら本当に抑えてもいいよね。そうですよね、うんうん、もうバルドナード投手、ゆたくさん的にはどうですか、ジャイアンツと相性、なんかチーム的にも原監督的にも、あ、これから使っていきそうだなっていうピッチャーになりそうですかね。いや、なってもないのが困るよな。そうでね、実際取ってる以上、うん、でもあのファンの中では、はい、パナマのトネって言われてるらしい。それはいいのか悪いのか分からないけどさ、なんて、うん、なんか言いたいことはなんか分かるような、まあ、確かになんか体型とかそういうのは、うん、はい、あの似てる風なんだよね。でも投げ方が全然違うから、まずそうですね、それはね、バルドナードの方がしなやかだから、トネは首で投げてるから。しかもトネ投手今カープですもんね。もうそ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 うですね。そう、その方に言われてたんですね。いや、言われてるらしいパナマのトネもう好きかって言うよね、ファンはね、面白いことを言うよあとクイックとかって外国人投手どうですか。そうだな、うん、だからまあそこら辺が細かいこと言えばきりないけど、はい、例えば中とか抑えやる、まあ、大事な1点差とか1点守らなきゃいけないとかね、 0-0 とかそういった時にクイックとか細かいことができないと、はい、バント処理でもね、うん、痛い目を食らう可能性はあるよね。そうですね、まあ、バルドナード投手に関しては左なのでクイックってなるとどうなんですか、気持ち的にこう目の前でチョロチョロされるっていうのは。チョロチョロされるのは誰でも嫌だよねまあ、もうちょっといろよみたいな感じになるじゃん、はい、まあ、だけど、まあ、例えばこうやってセットして足が大きく上がるようだともうすぐ走られるしな、はい、でクイックはどの程度できるのか、まあ、タイプ的にはあんまり速くはないよ、クイックは、うん、やっぱりゆっくり大きく投げたいタイプだから、はい、だからまあそこら辺はあんまり期待しないで、まあ、その三振を取ってくれればいいというね。そうですね、まあ、そんな感じでどしっと構える方がいいよね。まああまりに日本に来てさ、ここがダメ、あれがダメ、クイックやらなきゃ勝てませんみたいな、じゃあもう、まあ、パナマ帰りますみたいな次はトネって書いて投げますみたいな、向こうで向こうで、向こうで、もう本当に
だからあんまりね多くを求めない方がいいよ。まあまあ最初はやっぱり自由にさせて、うん、まあちょっとクイックなんかできるのかって聞いてみればいいんだよ、はい、じゃあ日本のランナーは、ね、そういう時は走ってくる可能性があるから、まあ、そういう時だけクイックで投げる練習もしとこうなって、うん、そのぐらいでいいよ。あれもダメこれもダメって言ったらダメだよ、ね、パナマ帰っちゃいますね。帰る帰る、そうですね、でパナマで見たらトネって書いてある。俺はに日本の愛称トネなんだ。愛称も何もね、はい、ないですけど ね、 まあね、はい、まあでもねここに来てね両パナマ投手を中日と巨人が、そうあの、はい、メヒアなんか本当先発でね、うん、勝っていけると中日の救世主になるかもわからないし、はい、バルドナード、はいバルドナード、うん、もうその中でね、うん、投げるのか、まあ、先発っていうチャンスも与えるかもわからないし、はい、もう非常に楽しみだよね。そうですよね、うん、まあ本当に優秀なピッチャーだと思う、はい、あとは阪神がねもしかしたら外国人投手を取るかもしれないと言われてるので、もし取ったらもうこの動画でも真っ先にどういったピッチャーかちょっと調べていきましょう。まあそうだね、はい、ちょっと出遅れたな阪神。そうですね、ビーケラ帰るとは思ってないからね、まあ、確かにもう帰ってこないかもしれないですね。そうだね、はい、はい。